小雨が降り始めると百花百草の新気象となる。春雷は啓蟄の時節だ。農家の人々がゆっくり休む日もあとわずか。これからまた耕作、植え付けの忙しい日が始まる。土と水、土壌の水分は植物に必要な水分と養分を提供し、植物の成長に大きな影響を与えます。植物の根は土壌から水分を吸収し、木質部を経由して葉に送った後蒸発します。土壌の水分は植物の養分の流れと土壌生物の活動に影響を与えます。土壌の養分すなわち土壌溶液は一般に土壌水と呼ばれています。土壌水と気体は土の粒子の隙間に存在し、土壌水は毛管力と吸着力によって土壌内に保持されています。土壌の隙間の大きさは土壌水の保持力を左右します。土壌水が保持される隙間が小さいほど、そして土壌水の水膜が薄いほど土体の保持力がより強くなり、作物の水分吸収あるいは土壌水の移動はより困難になります。土壌水が不足して植物の吸水力が低下すると、光合成と呼吸作用に異常をきたし、成長が抑制され最後に枯れてしまいます。逆に土壌水が多すぎると土は余分な水分を排出できず、根の部分が酸欠状態となり死んでしまいます。土壌水の移動量と方向は降水力ポテンシャルエリアから低水力ポテンシャルエリアにより決まります。土壌水の移動は水力ポテンシャルの均衡が取れるまで続きます。地表から浸透した土壌の水分はその一部が土の隙間から深層部分に到達し地下水となります。その他は地勢に沿って川や湖、海へと流れ出ます。土の表層水と湖、川、海に流れ込んだ水は太陽の熱により水蒸気となり、最後は雨となって土の中に戻るという循環を繰り返します。土壌は水分の循環の過程において電動、ろ過と浄化、水分保持の役割を果たし、自然界に必要な水分を提供しています。土と水は自然界と人類の生活に深く関わっているのです。食の根本は土と水である。